皆さんこんにちは、頭アカデミーです。今回は色鉛筆を使った上級塗り絵テクニックについてやっていきたいと思います。どんなに綺麗で上手いイラストを描いても、色の塗り方が雑だったり単色のみなどでのっぺりした物足りないイラストになってしまうことや、想像していた仕上がりなどと違うなんてことも起きてしまいます。それでは始めていきます。今回はタブレットで制作した塗り絵を使って説明していきたいと思います。ぜひ好きな塗り絵で一緒に塗ってみてくださいね。先にポイントをお伝えしようと思うのですが、色塗りの基本として光が当たる場所を決めてみましょう。このイラストの場合、外からの光や部屋の中からの光など設定の仕方はいろいろありますが、今回は分かりやすく左上から光が当たっているイメージで進めてみます。左上から光が当たった場合、直接当たりそうなところ、この耳のあたりだったり、顔の上のところ、体の左側のところ、こういったところに当たりやすいです。光が直接当たりそうなところには薄めの色を塗っていきます。影のところは光と反対側になるので、右下あたりを中心にベースの色よりも濃い色で塗っていきましょう。この時に丸く塗るのを意識していくと立体的に仕上げることができますよ。全体的に丸みのある形を意識しながらさらに塗り込んでいきます。影が落ちるのは光と逆なので、今回の場合最初に設定した左上からの光、これと逆の右側あたりに影が落ちることになるのですが、今回のイラストのようにリボンなど何か身につけていたり、凹凸がさらにある場合はそれに遮られて影がまた落ちることになります。影になりそうなところはどこなのか、ぜひ色塗りしながら探してみてくださいね。ちなみに色鉛筆で綺麗に仕上げるコツとしては、塗る時に手の力を一定にすること、特に広い部分を塗っていく時は手の力の入り方が色鉛筆を紙から離すたびに変わってしまったりします。力加減が変わってしまうと色ムラができやすく、仕上がりが綺麗になりづらいです。時々全体を綺麗に塗れてるかなとチェックしながら、色の濃さがバラバラになりすぎないように注意しましょう。力加減の難しい場合はまず薄い色から塗っていくと失敗しにくいので、色鉛筆を軽く持って鉛筆を少し寝かせるようにして塗っていくと少しずつ色がつくので失敗しにくいですよ。あとは同じ色のところを進めていきます。はい、ということで完成しました。いかがでしょうか。一色だけでここまでのクオリティになりました。普通に塗ってみたものと比べてみるとさらにわかりやすいと思います。光の反射具合や色の濃さで調整していくと完全に 3D イラストのような躍動感もありますよね。ということで、今回は塗り絵の上級テクニックについてお話ししましたが、いかがでしたか。今回使った塗り絵は概要欄のリンクからダウンロードできます。使ってみたい方はぜひダウンロードしてみてください。今回の動画が面白かった、ためになったという方はぜひ高評価、チャンネル登録をお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。